どうもスカイピース。イエーイ。僕たちまだ今日昼を食べておりません。はい、俺が珍しく持ってきた1万円企画です。わー、レアね。背景が違う。今後こっちになると思います。スカイハウスで使ってたあの椅子が恋しいとかみんな言ってくれてたんですけど、あれいつで持ってくるんで待っててください。あの椅子に座るのかな。まあ、あの椅子に座ります。ここでここで座るの。ということで今回持ってきた1万円企画、俺が持ってくるってことはきつくありません。うわ、出たよー。でもきっと美味しいです。大体美味しい美味しい。3人前なんで。そんな俺らからしたら普通の食事よ。いや、わかんないよ。木下優香さん3人分かもしれない。3人分も果てしないよ。あの人3人分なんだ。ということで今回持ってきたのはこちらです。和牛肉寿司。肉寿司です。出前ってなんか見ないよね。じゃあですね、値段1万2000円です。1万2000円 ?2 人で割ると5000円。やばいよ、5000円は。5000円。6000円や。うまそう。やばいでしょ。これ何、まずユッケ。これ多分ユッケ。これがもう寿司。これなんてもうほぼ生じゃん。で、ウニがめっちゃ分厚いしね。分厚チャーシューじゃん。はい、というわけで今回こちらの高級肉寿司2人で3人前食べていきます。シッシッ。よっしゃー、風呂上がりいただきます。いただきます。じゃあこれからいこうか。うわ、いただきます。めちゃめちゃうまいね。うん、しかもさ、めっちゃ高級お寿司のあの脂身とかあんまりない。うんうんうん、ちょうどいいね。すごい食べやすい。すごい美味しい。ちょうどいいよ。いっけいっけ。いただきます。いただきます。ネギが効いてんな。あれ、ネギ甘くてるやね。うん、ネギが効いてるは悪いじゃん。シシッ。これいきます。一番生々しい。生や、これほぼ豚肉みたいな。うまっ。10円並みの重さ。うん、え、1個いくらくらいなんだ。1個400円。うん、400円。でもめっちゃ高いわけじゃないよ。これいきます。ウニ。あ、ウニ食えね。うわっ、イエッ。この贅沢なウニ、やばい。ね、めっちゃ高いね。うん、めっちゃウニなんです。ちょうどいいバランスいる。どっちがいいとこじゃない。よし、行きましょうか。この粒といやつ。いただきます。うわー、味しなくね。脂っこいね。いや、悪いくない。この時怪しくなってる。中身にハマってんですよ、最近。あれや。あはははは。お寿司って日本初。わかんない、俺昔から生きてないから。そりゃそうよ。パスタはイタリア。イタリアかな。ハンバーガーはアメリカ。韓国はチヂミとか。なんかちょっと。パッとしなくない？ちょっとパッとしなくない？英語で日本語のやつが日本発信だった。寿司ってさ、寿司っていうし、天ぷらもさ、天ぷらっていう。でもご飯ライスっていう。うわ。今となっちゃ大ライスだ。もはやライス。俺の部屋に雲いんだけど。チキってるやつじゃん、その言い方。ハヤトリ雲っていうね。エトっていう名前つけた。俺寝るとき真上に行ったときはエトおやすみ。あと出るときに踏みそうになって危ない。ないよっつって端っこ寄せて。勝ってる勝ってるよ。行ってくるね。ラスト。うわ、気持ち悪い。もうこんな言うけど、やっぱ2人前がちょうどいいんだね。そういう風にできてる。量じゃない、これは多分カロリーの問題。そうね、そうね。何人前か設定されてるわ。見たくないじゃん。みんなも見たくないもん、きっと。みんなも見たい。あー、1万円達成です。最後まで見てくれてありがとう。余裕そうに食べてたけどかなりきつかったからね。お腹いっぱいってよりかはなんか脂身が本当にすごくて美味しかったけどね。次回のスカイピースはアイウェイを使ってはいけない面接がうまくいかなすぎたんです。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。あっという間だけどしっかり気持ち悪いね、これ。でも美味しかった。最初の方は最初美味しかった。